さ、バス停から出てきたとこなんけど、誰かに追いかけられとる気がしてめっちゃ怖いんで、迎えに来てくれ、お願い。迎えに行ってやれって、あんた毎日送り迎えするっつったほうがいいねん。え、何、バスおるマジで。早く行ってやれ。え、じゃあ、え、人おるがんじゃないか。早く来て、お願いお願いお願い。え、もう何人、わからん、おるかもしれんから、本当に来てほしい、早く。ってこと、足音かなんか聞こえるってこと。そんなこと言ったら、あんた行けって。ちょ、一回迎えに行ってくるわ。ちょ、お前、近辺の動画撮ってきて。今走っとんやんけど、もう着いた。あ、着いたんや。怖くて、なんであんた今迎えに行かんか。じゃ今行こうとしたらもう着いたっつったし。何でかしら。もう無理、怖かった。もう出てくやっぱこの家。え、何、幽霊。幽霊じゃないって絶対。後ろに人おったん。うん、多分見た、うん、足音聞こえてずっとつけられとる感じした。あんたが守ってらんなろ、お兄ちゃんから。だから今迎えに行こうとしたやん。どっか出かけるとき絶対俺に言え、車で送ったるから。絶対そうせえや。当たり前。そういうあなたの担当。もちろん、これからもちろん当たり前やん。いや、もうなんかお前動画撮った、うん、よう動画撮れる余裕あったな。なんかもう YouTuber よこいつ。ちょ、動画送って。なんかマジで誰かに追いかけられてるんですけど、どうしよう、めっちゃ怖い。もう嫌や。多分絶対になんかすごい気配を感じて、なんかすごい怖いんですけど、でも後ろ向けないんですよ。どうすればいいですか。後ろも撮ればよかったやん。嫌だ、うん、嫌だ、もう怖い。気のせいかもしれない。怖い、気のせいやろ。エミリー、もう本当に嫌だ、もう本当に怖い、どうしよう。めっちゃ激走してるやん。そうね、見て、怖かってんだ、マジやばい、うん、気のせいかな。気のせいやったかもしれんけど、もしかしたらのこと考えて気をつけようないか。だからお前が送迎せ。本当にやっぱり人って怖いなと思いましたね。これ警察になんか言った方がいいんかな。おったかどうかもわからんもん。現行犯じゃないと捕まえられんやろ。あんた女の子やし、ママは襲われることないかもしれんけど、あんた若い女の子やろ。ママも襲われるかもしれん。お母さんは襲われんやろ。わからんがいね。あ、怖い、もう逆に逃げるわ。そんなことない。怖くね、マジで。怖いよ、お前のせいや。あんたや、いて、いて、いて、あんたのせいやよ。俺のせい。そうやって。でも本当その通りです。うち監視カメラつけてやんけ、何にまだストーカーとかしてくるやつおれんな、家の前まで。っていうか、うちバレたことがアウトや。あんたストーカーするキモいやつっておるやんけ。けどやっぱキモいの最上級ってめっちゃ怖くない、うん、怖いじゃない。女性の皆さんも本当に気をつけてください。怖い世の中やから、やっぱり自分のことは自分で守っていきましょう。では皆さん、悲しいピーナッツをご披露します。悲しいピーナッツ。走り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。響け古い地図や振り捨てて進み始めたこの時は道しるべとなるコンパスになるから。今を越え僕らは走る。俺の友達の女の子で、家にまでついてくるストーカー風ナンパされたやつ俺。ナンパならいいよ。帰り道歩いとったら傘さして、後ろにサラリーマンおれんけど、やけになんか距離近いんやんで。広い道路なんに傘ぶつかる距離で、なんでこの人こんな近づくんやろうと思うやろ。うん。で、違和感感じて、自宅のマンション前ついてんけど、で、自宅の鍵開けたら、恐怖で声が出ん友達にサラリーマンが、これからご飯食べに行きませんかって言って、行かねえよって。そのサラリーマンがどこに成功を見出して誘ってきたんかがわからんわ。皆さんも気をつけてください。終わりのピーナッツ。